皆様こんにちは、石本団です。だいぶ中盤もうね差し掛かって、いろんな練習方法やら曲やってきまいりましたが、これからね、どんどんさらに難しくなっていきますが、今日はね第3番目の指の左手ですね、この第3番目の指の応用を入れた練習をしていきたいと思います。でそこで、もうそろそろ皆さんもね、初心者の方でも、もう中級者の人と一緒に2オクターブ、少しクロマチックスケールでも練習しとくと今後において非常に役に立つと思いますので、まずお見せしますね。ボーイングは1級でできるようになるといいと思います。音量はそんなにいません。僕はどういう練習をいつもしてるかお見せしたいと思います。これはオーケストラやるときにはねやりません。ソロの曲までやる場合ですね。これ2種類あるんです。で、D 線を弾く。今の上上がったところですね。多分ここをハーモニクスから弾いても構わないと思います。音程取りやすいから。もう一度やります。ここでハーモニクスで音程を取ることもできます。ここは押さえてやる、やらない、どちらでもいいです。ここからだとほとんど感覚がくっついた状態で弾けます。中間からですから、この辺ですね。もう一回自信、抑えるのに自信のない方、ハーモニクスでとっても構いません。一の指はずっと押さえたままになります。またハーモニクスの時は少し浮かせる。もう一回やりますね。これは本当に指の練習ですから、しっかり音出なくていいです。もうハーモニクスを触るのに近くてもいいし。一回やりますね。これ今3連符の形でしたけど、次は6連符にして、初めての方はね、これ2オクターブ1級でやるのはきついですから、1オクターブずつで返しても構いません。もう一回今の6連符を今度は1回切ってやりますね。
今度リズムまた変えます。もう中級クラスの方は1級でやれるといいですけど、慣れない方はオクターブで返す構いません。どちらでもいいです。僕は返さないでやりますね。今度リズムを変えて、でこれで各弦でできるといいです。で僕は今回ちょっとベルリンにいますけど、これベルリンの楽器は練習用なんですね。でこれやっぱり低い弦でやると結構きついんですよね。あんまりいい音はならないです。皆さんに自信持ってもらうために、僕がどの程度の音の響きがするかお見せしますね。これね、ずっとやってたら音もっと出るようになります。1級でも。ちょっときついですね、僕でもね。1級でやってみましょうか。返してやるのも、これはいろいろ試してみてください。次にですね、3の指をとにかく強くしたい、これが大事なんで、以前3の指でここのポジションだけね、下にもう一回入れておきますね、どこに入ってるか。で今日はですね、僕が普段やってる練習法をお見せします。ここの一番最初に始めた D のポジションですね。ここが第4ポジションですけど、ここに4の指を持ってきて第3ポジションの形、ここの D、隣の弦を一緒に弾いていただいて、ちょっと聞いたようなメロディーですよね。これカノンのね動きを少し応用しました。で次がマイナーに行きます。でずっとこれ重音弾いててください。この重音によってね、音程が取りやすくなるんですよね、インターバルの関係で。でマイナーに行きますね。ここで3を使うんです。普通だったら2になるんですけど、3を使います。
に持っていきます。これ分かりますね。ここのね、ドーンだけがどうしてもあの不協和音になってしまいます。これはちょっと快感だと思うように感じてください。で、ここのね、メジャーに行くときに、そのマイナーからメジャーに移るときの音の和音のね、変化を耳にちゃんと、ちゃんと耳で確かめてくださいね。もう一回あのマイナーの動きからやって、2度目にメジャーに行きます。中級の人でもここは全部の弦やろうとしたらやっぱり大変です。で、あと今度はオクターブで同じ音を取るんですね。こういう風に取って、飛ぶときにこの今2の指が残ってますね。この次に親指が
移ると思ってくだされば、わかりますか？だから全然怖くないんですよね。こういきなりね、この2の指がここのファのシャープに行こうとすると怖いんですけど、親指はこういう当てに使うことに非常に便利な指です。ですのでいつも親指がどこにね行くかポジション移動してるとき、それをちゃんと考えてやっとくと、いろんな曲やったときにも音程が取りやすくなります。もう一回やりましたね。3で取ってください。次は2、さっきはメジャーだったからね、2の指からその半音上に親指を当てればよかったんですけど、ここね今はマイナーでしょ。だからちょっと超1音、超1音で超2度一応上に上がるわけです。それをちゃんと意識してればね、それともこの3の指で音を意識しておいて、ね、Dのポジションね、でそこに親指を当ててやるっていうことができますよね。次、今度ね、隣の弦。ってくる。同じわけです。ずっと最初からメジャー、メジャー、メジャー、メジャーでね、降りてきてもいいし、僕の場合、こういうふうに、メジャーやって、次、マイナーやったら、次の弦っつったら、マイナーから始めて、で、メジャーに戻して、で次の弦行ったらメジャーでっていうことをしています。でまあ初心者がそのまま来た方はこのオクターブはね大変だと思いますので、もう一回繰り返して下のポジションでやるんで構わないと思います。ただ中級クラスの人はね上でやった方がいいし、でこれもですね今はまあ D 線で、D メジャーから始めましたが、曲によってその曲に合うものを選んでみてください。例えばF ドアから始めるって言ったら、ちょっとこれ和音にするとメジャーっぽくならないんですが、マイナーになっちゃうんですけど、で次はここでまた3を使うんです。
曲前にベートーベンの第9のテーマでこの、ね、第1ポジションから第3ポジション弾く練習しましたが、それと同じように今日はですねロングロングアゴを使って3の指の特訓を音程の練習を上手になるような練習の組み合わせをしました。で3の指がまだ使えない方は2の指を使ってくださってもいいです。一応楽譜に書いてあります。ただね、3の指が本当に魔法の指って思うぐらいにね、便利なことがもうたくさんあるんです。いろんな楽曲やってて、例えばメンデルスゾーンのイタリアですね。皆さんやったことあるか、曲を知ってる方いればいいんですけど、知らなかった後でちょっと聞いてみてください。この四楽章ですね、一番難しいところ。すごいのが出てるんですよ。これね、2の指でやってた頃、本当にいっぱい練習しないと。ここですね。これすごいポジション移動に時間がかかるんですよね。でも本当に早くやる指揮者いますから。やはりね、3の指使えちゃったらこうですよね。こういう動きができる曲っていっぱいあります。今のね、あとのほうはこういうところだってそうですよね。ポジション移動1回で済みました。普通にドイツ式メトロだとこう2回やんなきゃいけない弾けなくなっちゃったってなるわけですね。本当に皆さんもね、今後のことをよく考えてやってみてください。でも僕の場合ね、ここで授業やってるのも、まあ割とアマチュアの人を焦点にやってる部分も多いかもしれないです。やはりあまりさらえる時間がない中でね、有効にその時間を使いたいっていう方は大勢いると思うんですよね。その中でいかに無駄な練習しなくても上手になれるか、普通の練習時もそうですし、曲演奏する時ももちろんそうです。オーケストラ演奏するでもね、僕はたまにオーケストラの曲も運指書いて貼り付けたり投稿してますけど、プロの方にでもすごい便利だとは思っています。で、まあ、これからも、ね、いろんな3の指出てくる便利な曲を皆さんにお見せしていきたいと思いますが、まあ今、今日はですね、今ロングロングアゴでどういうふうにやるかって言ったら、楽譜ありますけど、これもやっぱり先ほどサイクルオブフィース、合同拳ですね、合同拳で調が変わっていくやり方でやってみたいんですけど、こうですね、変わっちゃいますが、変わらないようにして、ここのやはりポジションでね、3、4っていうのはやはりきつい方もいると思います。だから少しずつ慣れるようにやってみてください。飛びますけどね、1日飛ぶときにこの1の指隣に4の指が来ると思えば、普通のポジションのね、形の移動で収まります。1
1から1に飛ぶっていうと本当にね、大手高校の市の音って難しい気がしますけど、こういうそのポジション移動するときにどういう指が一番近くの指と関係してるかっていうのをね、分かってればすごくポジション移動が楽になります。もう一回やりますね。ここもですね、4、2、1、開けるからこの方がやはりポジション移動が少なくなりますので、やってみてください。それじゃないと、人のようにも指は書いています。ね、やってますよね。とりあえず今3の指開く、なるべく開く指でやっときます。で、後半の部分ですね、繰り返しの後、弓、グリーンの文字で書いてますが、それはそちらは下の弦を横の弦を弾くときに弾きづらい人ですね、アップボーカル弾くのがやりにくい方用になってますが、まあ一応練習してそっちも弾けるといいと思います。じゃあ通していきます。この最後はね、ちょっと遊びでしたけど、隣も同じです。こんな感じですね。頑張ってやってみてください。それではまた。